はい、ロック袋のうどん系魂。今日ははい、香川県高松のあやいすずさんにお邪魔しております。僕ほら前から久しぶりなんだけど。お久しぶりですよね。初めてでしょ。はい、私は初めてです。もうすっごい楽しいお店なんで楽しみにしててくださいね。じゃあ行きましょう。レッツゴー。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと来られました。いやいや、お待ちしておりました。もうずっとずっとくるくる、はい、なかなか来ないっていいいい、はい、で僕はあの、はい、もう何十何年前から、はい、お世話になって。あ、そうです、ね、まるちゃん初めて、はい、初めてですか。時計のお城に来るのを楽しみにしていました。ありがとうございます。ですから、お待ちしております。アイアイツーズとはどういうお店なのかというのを、はい、簡単にご紹介いただけますか。そうですね、もう皆さんやっぱり思うのはアイアイイスズっていう名前の由来から多分気になるところだと思うんですけど、もともとはメガネのイスズというところをですねからスタートをしておりまして、はい、まあ、そこからやはりメガネをしているので、うん、アイアイっていうここの部分をくっつけて、はい、でアイアイをくっつけた理由っていうのはやっぱり当時って皆さん何で探すかって電話帳。あ、はいはい、で電話帳でやっぱりアが最初に来ました、うん、まあ、それにイをつけておけば間違いないけど、さらにアイアイとしておけばもう確実に一番前に何を取っても絶対前に来るだろうっていうところからアイアイスズというところになっております。なのでまあメガネがやっぱりルーツではあるので、はい、まあ、今でもやはりまあ今のここが本店にはなるんですけど、隣のアイアイスイートの方ではメガネコーナーがきちんとありますので、はい、まあ、そこから大きくなって今はここの本店に関してはもう時計だけのコーナーにはなってしまってるんですけど、うん、はいはい、基本的にはまあそこら辺の積み分けをしながらやってるような店舗です。これ今、はい、全部で何ブランドぐらいあるんですか。そうですね、時計だけでいくと今で60ブランドぐらいには多分この中にあります。住める。そう。住みましょう。本当ね、ここね、はい、来ると一日中いられますね。そうですね、一日中いてほしいですね。まあ一日では到底全てを見せることができないかなっていうような感じのお店の作り方にしてます。だから時計のね、はい、ワンダーランド。そう、ワンダーランド。もうそう言っていただけるとすごくありがたいです。もう本当に仙台の方からそういったところでもう皆さんが楽しめる空間、ここで一日いても楽しいよねと、うん、飽きないよね。時計好きだとね、一日いられますもんね。はい、そういう空間作りを今も心がけてやってます、ね、で今日はそのたくさん60ブランドの中でえりすぐりの数本をご紹介いただけるということ、はい、楽しみです。もうご用意いただいてるんでね。もちろんでございます。ということで楽しみにしててくださいね。今回は、はい、まずはオメガ、はい、それからバシュロンコンスタンタン、はい、そしてブライトリングとウブロ、こちらの4本をまずご用意させていただきました、はいはい、まずオメガか、はい、でオメガは、これは多分もう今在庫で持ってるお店結構少ないと思いまして、はいはい、ちょっとお出しさせていただいたんですけども、2018年だったかなに限定で出たシーマスターになります。これ2018年か、うん、だからバーゼルの会場で見たギリっていうことかな。そうですね、バーゼルってあの時が最後ですね、ぐらいですよね、うん、そうですよね、まあ、これ70周年の、そうなんです、ボートと飛行機が後ろに入ってるんですね、うん、このトビアラビアのデザイン素敵ですよね。そうなんです、これね2種類出てセンターセコンドとスモールセコンドがあって、はい、スモールセコンドはもうなくなってて、はいはいはい、完全に完売だと思うんですね。でセンターセコンドが、何本かな、数本本当に、あ、そうか、だから1948年にだから今まで軍用だったのが民生用になった時にセンターセコンドとスモールセコンドの2種類が出たっていうのを再現してます、はい、再現して、なるほど、はい、ちょっと当時を思わせるようなデザインでありながらちゃんとこうアップデートされているという。で、ベルトが多分ちょっとこう当時その5年ぐらい前ですか、はい、に出た時はパンチングレザーだったんですけども、ほうほう、まあ、今通常のハーフのパンチングから、はい、アリゲーターに変わりまして、はい、で出てますと。で箱とかもやっぱり特殊なスペシャルボックスになっているのと、はい、何ミリですかねこちら。38ミリですね。そうですか、どちらかというとゴージャスなものも好きなんですけど、こうアンダーステートメントのものって、はい、飽きが来なくていいですよね。そうなんですよ、もうこのね今ちょっとこう時計業界
クラシカルな時計が増えてきたんで、うん、もう本当に70年前のデザインを今再現して、まあムーブメントはその今の技術で作ったもの。本当だ、これコアクシャルの、はい、スタクロノメーター、スタクロノメーターなんです。これはこれは良いぞ。いやでしょ、ね、あと何本あるんだろうみたいな。そうですそうです。で当時探してた方が結構いらっしゃるんで、あのまあなんていうんですか、あの時買えなかった方のそうそうために今仕入れたと。今ならあるぞあるぞあるぞと。次は、そうですね、じゃあブライトニング。はい、ブライトニングはこのクロノマットになるんですけども、はい、42ミリのサイズ、そして、はい、ダイヤベゼルになっています。まあ、非常にあの珍しくてですね、はい、これはブティック限定品になります。はいはいはい、はい、すごいボリューム感のある、ね、存在感がすごいですね。ダイヤルカラーが綺麗。そう、ダイヤルカラーはアイスブルーになってまして、あ、一瞬透明から MOB かなと思ったんですけど3年ですね。そうなんですね、はい、ちょっと MOP っぽ ぽい。でもなんかこう、うん、どういう男性がするんでしょうね、これかっこいいですねあの新しい、ね、ブレスレットのブレスになって、はい、で、まあ、42ミリもなってますんで、結構こうその今までのライトニングがターゲットとしてた、はい、そのはお客様から、うん、結構ねその女性、うん、男性、まあ、問わず、うん、大きい時計が好きな女性でも、うんうんうん、まあ、このダイヤベゼルとかなら、うん、おしゃれおしゃれ、なんかつけると不思議と、はい、うん、時計に負けちゃうかなと思ったんですけど、はい、意外と馴染んでくださる。新しいルールオブレスレットとかフィット感いいですよね。そうなんです。もう今やっぱりいろんなブランドがその時計 の、 そのブレスレットにすごい力入れてるじゃないですか、うんうん、でその中でブライトニングはこのクロノマットはルールオブレスで、うん、まあ、しかもすごい作りが良くなってますので、うん、はい、本来の女性のもルールオブレスで出てはいるんですけども、うん、はい、うん、これを女性がするのも素敵ですね。いい感じに着てこなせてるね、はい、個人的には白 T にデニムでなんかこうこれを生かしたいですよね、はい、クロノグラフとダイヤのベゼルとこのアイスブルーの文字盤のカラーのこの組み合わせがいいんでしょうね。ね、うん、では次はスクエア版、はい、ウニコチタニウムと言いましてですね、はい、2022年の新作となっています、はい、これが、入荷してきましたのでご案内したいと。ルブロ初のスクエアケースさようです。はい、そうなんです。で、まあムーブメントは自社ムーブ、まあ、あのウニコですね。そう、ウニコ、この機械ね、やっぱりすごい見た目もいいですし、デザインはね、やっぱりすごいウブロらしいなと思うんで、はい、結構このあたりは、はい、ぜひお好きな方が多いんじゃないでしょうかというのを、うん、まあ、初めて見た時ですか、はい、思いまして、ね、ウニコってだからなんだろう、元からこうあのコラムホイールをこう、あ、そうですこちらのそうダイヤル側にっていう、そうですそうです、これね、だからなんだろう、まあおそらくその見せるための設計っていうのをいち早くやった機械ですよね。表面にこうそういうの、うん、ガラスから見える、うん、その歯車ムーブメントの動きが見えるっていうのはすごい珍しいなと思うんですよね、はい、しかもこれあれですね、あの今までのビッグバン以上に見やすいですね。そうなんですよ、ね、あのスッキリしてて、ま、丸型じゃなくて四角の方が見やすいっていうのがあったので、機械が好きな方は非常に人気です。これはもうお好きになると思います、うん、四角なかなかいいですよね、うん、42、42、そうなんです、はい、でこれのためにそのラバーストラップもデザインが、はいはい、通常のウニコとかとは違った、あ、そうですよね、はい、形になっていて、え、このアルマジロみたいなやつそう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 、これあのだから怒られますね、スクエア柄になってるんですよね、はい、失礼いたしましたいやこれベゼルはセラミックじゃないかな。そうです、ベゼルはセラミックになっていまして、はいはいはい、ベゼルはチタンのタイプとそれからセラミックのタイプ両方出てるんですけど、はいはいはい、あの今回はやっぱり傷に強いということで、うんうん、傷つきにくいセラミックのものを持ってきた方が多分結構使いやすいんじゃないかなと思いまして、はいはいはい、まあ、デザインは結構好き好きなんですけれども、うん、はい、でもこれ本当機械が綺麗に見えるわ、うん、そうです、うん、でこれで 100m 防水に
はいはいはい、持ってますので、結構スポーツウォッチとして求められるところは全部抑えているんじゃないかなと。あ、これ僕の手首にぴったりだ。このなんか福田さん良いですね。この R のついた感じがぴったりだ。そして最後はバシュロンコンスタンタンのパトリモニーの、はい、これも2022年の新作になります、うん、これは完璧にマルさんの趣味だよね、はい、待ってました。どうぞどうぞ。最後みんなで何が気に入っていただけるかなと思って。そうだったんだ、まあはい、もうドンピシャリーでハートに抜かれてしまいました。ありがとうございます。ぜひこちらでございます、はい、大きさは36ミリとなっていまして、うん、自動巻きもデザインもすごい綺麗で、グラデーションの文字盤とダイヤベゼルと、そしてピンクのアリゲーターストラップとなっています。やっぱりこう、ね、機械式が好きな女性のために自動巻きもグラスケルトということで、ありがとうございます。これどこにでも一緒に行けるやつですね。フェイスは綺麗すごく。でこのあの淡いピンクの色がありそうであんまりないような気がします。ちょっとこう肌色にね、そうこうあの馴染みがいいような、もう本当にトップクラスの細胞本の時計メーカーが、うん、はい、そのピンクのピンク系の文字盤を作ったら、うん、まあ、こういう色にすごい綺麗に色も出てます。いや、うん、よだれ止まってる、大丈夫。やっぱり一番馴染んでるよ。いや、やっぱりバシュロンコンスタンタンが最近、まあ、本当に近年あの女性用モデルに相当力入れてるなというのがあって、うんうん、まあ、その本当に一つの集大成みたいなところがあると思うんですよね。もちろんエジェリーっていうシリーズ、はい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 、あれも非常に良かったんですけれども、うん、きっと丸山さんのお好みはどっちかなと思いながらこちらをお持ちしてみました。なんかこう週に一遍福田さんと、ね、取材にお出かけするんでいろんなものを見せていただけるんですけど、はい、これはヒットですね。よかった、ありがとうございます。このモデルをその比較検討されたりする方の場合はやっぱり他のモデルももちろんやっぱりよくご存知なので、はいはい、そのブランドとしてもバシュロンコンさんとしてもやっぱり力の入れようがもう本当に分かるというか、うん、なるほど、綺麗だ、ね、この時計の特徴なんですけれども、ストラップも簡単に、そうなんです、ワンタッチで外せるようになってますので、いいですよね。そうなんですよ、これはね、やっぱりあの女性ってやっぱりその日の気分で時計変えたい、まあもちろん男性も変えたいっていうのもあると思うんですけども、これをねこう自分で変えられるっていうのは、しかもね、これゴムになってるから爪を痛めないし、そうなんです、はい、ネイルされてても大丈夫。そうそう、これ不器用 OK のやつ、まあ OK。 僕落とさないけど、はい、ですね、以上でございます、はい、ありがとうございます、はいはい、この4本をご紹介したんですけども、はい、気に入っていただいたのはありましたでしょうか。どれもどれもピンクがいいけど、やっぱり。いや、もうみんなで悩む会がありました。ありがとうございます。福田さんはこれいいなっていうの。いや、僕これですよ。あ、本当ですか。うん、あるんだまだ。あ、そうなんです。まだあるんだってなりますよね。ね、もう今なかなか買えないものも、はい、まあ、うちにはこうやってあったり、うん、新しいものからちょっと珍しいその過去のものまで、はいはい、やっぱりね、こう集めていきたいというか、時計好きの方に、うん、まあ、皆さんにこうまんべんなく知ってもらいたいっていうのがあるんで、はい、やっぱこのお店に来ると一日中遊べるっていうのの、あの近くに宿とでて泊まりがけでこう一泊二日で足りるかな、ね、しております。、はい、いや、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、実は、はい、ちょっと珍しいのがおかわりが来ちゃった。はい、ナイスおかわり、なんか すごいのが来ましたね。はい、ほら、オフショアだよ。今回お持ちしたのは43ミリのロイヤルオークオフショアとなっております、うん、これうちのソウルメイトの方でつけてらっしゃる方がいらっしゃいますね。うん、はい、すごいね。でも私実機見たかったんですよね。これ、いいですよね。そうなんです、ない、なかなか、ね、そうなんです、あの入荷することが珍しいんですけれども、ね、入った場合はこうやってご案内できるかなと、はい、あのしており、こう、まあ、皆さんにご案内しているんですけれども、はいはい、
まあ、なかなか特にこのグラデーションダイヤルは珍しいので、はい、43ミリグラデーションダイヤル、はい、やっぱり非常に使いやすいっていうのと、はい、やっぱりボリュームも、まあ、迫力もありますから、はいはい、やっぱマッシブですよね。そうです、すごいマッシブで、でもかっこいいっすね、やっぱね、やっぱりいいですね。そうなんです、スポーティーなんですけど、うん、もう本当にラグジュアリースポーツの中でやっぱりこれがもう一番って言われるぐらいの、もう雰囲気、それから仕上がりはもうやっぱり特別かなと。僕らの場合はもうかろうじてね、展示会の時に、そうですよね、展示会で、おーって、ね、次これがとか、そう、はい、2度目に見ることがほぼないんでね、最近ね、はい、でもあれですよね、やっぱり入荷するとすぐにっていうか。そうなんですよ、お店としてはその、お越しいただいたお客様、ボリマピゲの、まあ、モデル何かをご希望される場合は、皆さんのそのご希望リストというか、はい、そういうのをお伺いしています。なのでご予約というのはちょっと難しい時があるんですけれども、まあ、私たちはそのいらっしゃったお客様 その時計何が、まあ、どのモデルもそうなんですけど、どのブランドも一緒で、そのやっぱりご希望されるモデルっていうのを一番に、何が一番ベストなのかとか、普段どんな風に使われているのかとか、そういうのをお伺いして、お勧めしていくことが多いんですけども、はい、ボルマピエも一緒で、ご希望リストっていうのを、はい、作っておりますので、はい、そちらにご記入いただきましたらご案内できるかなと。今日これを見せていただけたのは本当に偶然というか。そうですね、はい、よかったです、ラッキーだったよね。ということで福島専務、そう、はい、で実は、ね、特別で何ですかこの箱は、はい、すごい、はい、まあ、これ、まあ、実は、はい、納品が近々にあるものを、はい、お客様から許可いただいて、はいはい、ぜひ紹介してほしいと、はいはい、いうことなんで、なんかすっごい箱なんです。なんてありがたい、はい、ちょっと開けましょうか、はい、7、すごいな、これもね、実はロックを外すと、はいはい、これ何か想像しますよね、福田さん、これ。あ、マリンクロ、マリンクロノメーター、はい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 、そうですそうです。でここにもありますけども、はいはい、アミラリオデルテンポ、これがこの商品名なんですけども、ほう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 、でこの商品、まあ、18世紀の大航海時代の、はいはい、イメージでネーミングつけてます。なるほど、まあ、海の提督、アミラリオが海の、はいはいはい、でテンポは時間、時間、まあ、時間の覇者みたいな、はいはいはい、そんなイメージでネーミングされたと聞いてます。へえ、はい、すごいな。もうゴングがたくさんついてるの見えると思うんですけど、はい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 、ウェストミンスター、はい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 、はい、カリオンのウェストミンスターです。だから4連打ですね、ゴングも4つ、はい、なんですね、すごいな、リングも4つ、はははで、センターについてるのが、これすごく珍しいんですけども、はい、デテントエスケープメント、はい、だから普通だったらガンギ車とアンクルがあって、はい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 、カッチカチ、はいはい、一往復の片方に回って一回重なって、はいはい、片方に回って一回重なって、はいはい、カッチカチカッチカッチが時計のイメージじゃないですか、はいはいはい、でこれは一往復で1回、うんうんうん、はい、アンクルがどちらかというと細長い状態で、はいはい、はいはい、まあもうどうしてもスイスレバーに切り替わってそれが主流にはなってきたんですが、はいはいはい、やっぱりねその堅牢性という意味でスイスレバーに変わったんですけども、うん、まあ、その昔からこれは優秀だな、精度すごく出るなっていうのがやっぱりデデントですね、エスケープメント、うん、はい、まあ、持ち運びに向かないとかいろいろあるけれども、それを克服してってことですね、うん、コンスタントトルクもついてまして、え、そうなんですか、コンスタントフォースって皆さん言ってますが、はいはいはい、コンスタントトルクですね、はいはい、まあ、一緒だと思います、内容的に。ここ動いてるの見えてますかね、はー、はい、
なんか非常に使いやすいように昔のそのデペントをかなりチューニングして、現代式に登場させてます。これいつのモデルなんですか？これ8年前に発表されてて、はい、で実はスイスに3本あると、はい、でピンクゴールド、はい、ホワイトゴールド、はい、でこれチタンなんですけども、で各1本ずつ出て、はいはい、発売と同時にすぐ市場から消えちゃった商品なんですよ。でそれが、まあ、数年前に、はい、本国の責任者のアンドレアさんか、はい、でその方が、まあ、言うようになってる蔵出しですね、はいはいはい、1本ずつミュージアム用に置いてたかどうか分かんないんですけども、はいはい、それを出してもいいよっていうのをブルガリスタッフ通じて、すごい、はい、だからブルガリの職員さんが検索してもないことになってた商品を出してもらって、すごい、はい、その3本ともうちに来て、まあ、3本とも決まっちゃったんですけど、まあ、そのうちの1本です。こちら3本ともあやいすすがっていうか、まあ、福島さんがというかね、まあ、まあ、昔からのつてとかそういうものでラッキーなことにそういうふうに、ね、なりました。うわあ、ちょっと触って特徴的なものを、怖い、うん、ちょっと触ってもいいですかで大丈夫ですとはは、いうことだったんで、音をちょっと聞いてみませんか。聞ける、聞かせていただけるんですか、はい、すごい嬉しい。ここにミニッツ特有のレバーがないですね。ないですね。え、うん、本当だ。どこに裏あると思います？裏にもないです。全然わからない。リューズでもない。リューズでもないんですね。ない、はい、ここなんですよ。え、はあ、そこにいた。え、まあ、ウェストミンスター寺院ですね。ロンドンにある、うん、すごいすごい、チャイムを再現してるのと言われてます。ルナエパピのパピさん、パピさんとお話ししてた時に、はい、素材が質量が軽い方が音がいいっていう風に方は、はい、だからその、まあリピーター高い時計なんで、皆さんそのホワイトゴールドとかプラチナでケース作ってくださいっていうふうにオーダーを受けるけれども、僕は個人的にチタンが一番いい音がすると思うよってことをおっしゃってます、ね、はいはい。これは何杯でもお酒がいただけるやつです。はい、本当にすごいモデルがあります、ね、すごい。ここに CR ナンバーが入ってまして、はあ、はい、10本限定ですね。あ、10本、はい、も作ったんですね、はい、すごいな。9本があっという間に完売してて、まあ運よくお声がかかりまして、はい、久しぶりに見ましたね、そのダニエル・ロートのこうケースデザイン。あ、そうですね、うん、でダニエル・ロートの裏の機械にダニエル・ロートの刻印のしてるムーブがもう作られてないですからね、現時点で作られてないですから、だからこれ最後の、うん、ダニエル・ロートかもしれないです、お客様に言います。うん、60ブランドのいろんなメーカーがあるよっていう、そのなんか時計のワンダーランドっていうのの、もう一つのね、アザーサイドというか、あ、そうですね、が福島専務がもう、うん、暗躍してるというか、うん、もう沼深いのよ沼がすごい。ちょっとね、なんかね、普通の人じゃ聞いたことがないようなものが、ね、実は、うん、ある、ところどころに隠されている。やっぱりね、いろんなお客様いて、目の超えたお客様がたくさんいらっしゃって、うん、次なんかすごいもの欲しいな、はいはい、でそれを水面下で我々は調整して手に入れて、うん、それを紹介するが、まあ、僕の仕事かなと思って、うん、仕事させていただいて、私その時計の仕事をさせていただく前から、はい、雑誌を開けるとね、
アイアイシュズさんのカメレオンのページをよくお見かけしてて、イグアナですね。あ、イグアナですね。はい、イグアナですね。失礼しました。はい、そう、イグアナ、これどんなお店なんだろうってすごい気になってて、今日やってこれたっていう。あのイグアナの撮影の時僕も立ち会いましたけど、2メーター50センチぐらいあるんですよ。大きいですね。そんなでかいんですか。大きいです。胴回りはもう僕か福田さんぐらいの胴回りあります、ね。もう一つ紹介したいのが、あ、そうなんですか。まだあるんですか。はい、それはあのみなあのお二人が大好きな、はいはい、モリッツクロスマン。お、あの何回も、はいはいはい、小石川町の、はいはいはい、お邪魔してます。してると思います。はい、はい、一本だけユニークピースとして作りたかったんですね。はいはい、でその向こうの社長さんの工藤さん、はいはい、といろいろ話して、はい、どういう一本がいいかなって、はい、最終的に行き着いたのがこのトレンブラージュ。文字盤をトレンブラージュにして、で針は18金で、はいはい、ケースはホワイトゴールド、はい、それで、今もうオーダーをかけてます。一本だけ、はい、本だけで裏にユニークと入ってます。まあ、時計愛好家の人から見られても、ああこれ美しいな、これ欲しいな、でもこれ一本しかないよっていうのを作りたくて、はい、前にほらあのモリツ・グロスマンの、ご紹介の時にほらアイアイスズの、 あのエクスクルーシブの限定モデルって、あ、コーナーストーンですか。そう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 、はい、ありました、ありました。仕掛け人だから、 あの針の色が違うやつ。そうです、そうです、はいはい、で、あの時ね、生配信にもご出演いただきましたね。あ、そうですね、懐かしいです、あの時は、はい、乱入いたしました。だから、だから あれ以来ですか、あのモリツ・グロスマン。そうですね、モリツ・グロスマンでするのは、うん、そうですね、あれ以来ですね。でもまた今回も凝ってますね、はい、すごいな、はい、多分これを持たれたオーナーさんはすごく気持ちいいと思います、はい、なるほど、はい、いや楽しみですねこれ、はあ、というように沼深い上にも沼深い、はい、アイアイスズのダークサイドですかダークサイドですかということで、どうだった、どうだった。もうね、すごいこだわりの品揃えだよね。ということで、今日はだからまるちゃんの一本ね。とてもできませんとも、とてもじゃないけど、できる状況になかったので、ね、うん、まだまだね、あの紹介したいものたくさんあったんだって。なんか別注とかいろんなものがあったんだって、っていうかないわけないよね、こんだけね潜んでます、いろいろまだ、ということでね、僕らもまだと、当然まだ、見切れてないんで、まあ、これからね、あの戻る、続きを見せてもらうんだけれどもこれはね、本当にね、このお店はね、あの来ていただかないとちょっとわからない。いやあのね、もうあの、うんうん、何度も言ってるけれども一日中遊べます、ここは。だからあのぜひ皆さん、あのここは来てみてください。であのね、こういうふうに、東京以外の時計店もあの積極的にどんどん回りたいと思っているので、うんうん、まあ、僕らもほら情報限られてるんで、はい、自分の街のね、あの時計店ぜひ行った方がいいよみたいなことがあれば、私のインスタの、DM 宛てで構いませんので、どしどしリクエストください。で、インスタといえば、はい、皆さんいつもハッシュタグ腕時計どましとつけての投稿ありがとうございます。おかげさまで20万件を超えてどんどん増えてます、うん、で毎週ですね、その中から素敵な投稿5選私が独断と偏見で選ばせていただき、フォルタースタイルのあなたの時計見せてくださいという記事にしております、そちらもですので引き続き投稿お待ちしてます、はい、ということで僕らは、これからまだまだ、見に行きますけど、来週もまた楽しみにしててくださいね。じゃあねー、じゃあねー、それいけおじゃあねー